2009年8月、この日は都内のスタジオでレコーディングが行われた。大阪在住の前田も泊まりがけでやってきた。今日行われるのは挿入歌のボーカル取り。前田自身が作詞作曲したマイソングとサウザンドエネミーズの2曲を収録する。最初ね、上浜をボーカル取りを行うのは音楽ディレクターの村山さん。前田とはゲーム時代からの長い付き合いである。ありがとうございます。自分が作ったんで、もう今回ドキドキレコーディング初日、少々緊張の様子。かつてコンポーザーを目指していた前田にとって音楽の仕上がりは重要だ。脚本家と作曲家、前田純は2つの顔を持っている。なるほど。その辺はまあ最初ボーカル曲に関しては全部自分が書きますっていう、書いてもらえるならプロにそういう専門っていうか、今回こだわってあのアナンギャルドアイスというお二人にお願いしているので書いてもらえたかったんですけども、やっぱりそういうところは前田さんが書いてくださいって逆に戻されて自分が書くことになりました。はい、ゲームでも一緒で、その本来あのそういうね、劇伴さんなりうちでいうとコンポーザーでありっていうところで、こう発注しても自分のこう想像する曲にならなかった場合はもう自分で書いちゃうっていうのをあのキーでやっちゃったので、そういうキャッチーなメロディーっていうところでは自分がやろうっていうのは最初から思ってたので、ボーカル曲は全部やってます、自分が。はい、まずは一人目、岩沢のボーカルを担当するマリナさんがやってきた。オーディションで選ばれた実力派シンガー。早速ブースへ。やってみましょうか。はい、じゃあお願いします。常識ぶれるやつが笑ってる。次はどんな嘘を言う。それで得られたもの大事に飾っておけるの。でも明日へと進まない。じゃあこの感じで撮ってきますので、いや、こう歌うよって、サビに持っていくの、サビに持っていくのに力強くする必要あるんですかね。そこが今ちょっと気持ち疑問なんですけど、結構そのこう歌うよでいきなりパンと泣いてるかもしれないっていう自分の中で今思ってるだけで、はい、というのを今ちょっと思いましたね。はい、じゃあここも、サビにつながる最後のフレーズ、ここをあえて抑えて歌い、サビの迫力を強調したいという演出だ。前田の指示を受け、いよいよ本番。でも明日へと進まなきゃならない。だからこう歌うよ。泣いてる。はい、ありがとうございます。こんな感じでお願いします。くじけた君にはもう一度戦える強さと自信とこの歌を。これいいですね。ありがとうございます。生まれ変わりましたね。素晴らしいですね。OK ですよ。じゃあ次行きましょう。ボーカルさんが歌を
入れてくれると曲が化けるんですよ。でそういう曲を化かしてくれるボーカルさんを選んでますし、だからそれはやっぱりそれも一つのモチベーションが上がる要素で、あ、曲が化けたっていうのは自分の想像以上のものになったっていう瞬間ですよね。岩沢に関しては本当に声がアーティスティックかどうかっていうそこに本当にかかってて、だからあのそんな岩沢なんて3話で消えちゃうキャラなんですけども、本当になんていうか声で魅了しなくちゃお客さんもついてこれないし、説得力もないわけじゃないですか。 NPC たちが盛り上がってるっていうそういうカリスマ的なそういうバンドなんだよっていう楽でもあって、そういう世界観を知らしめるには本当に声が命で、声に魅力カリスマ性がなきゃいけないと思ってて、それで探し当てたのがマリナさんですね。ありがたいです。まず自分の容姿とかじゃなくて声が皆さんに広がるってことも自分過去の自分じゃ考えられなかった未知の体験だし、それによって未来のイメージもまた大きくなるじゃないですか。すごい大きなステージで歌ったり、いろんな人に声を聞いていただいたりっていう期待がたくさん膨らんでます。今だからこの歌を聞いた時にが分かると思ったんですね。なんか不安も抱えてて、ね、私もそういう状況だったんで歌いやすかったです。ああ分かるみたいな、でもすごい経験させていただきました。嘘じゃない、本当の僕の名を OK ですね。OK です。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。マイソングできた。お疲れ様でした。できました。ですよね。そして休む暇もなく次の曲へ。ユイが歌うサウザンドエネミーズのレコーディング。ユイのボーカルを担当するのはリサさん。オーディションの段階でユイの歌は彼女にしか歌えないと前田が大抜擢した人物だ。ということだけなんですけども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあまずあの A の2行取りますね。はい。はい、じゃあテイク1いきます。わかったことが一つあるよ。どんなにして戦うことに。前田の表情が変わった。なん、そっか、そういうことか、うん。どうしようかな。どうしましょう。ちょっと待っててください。トカさん、ちょっとオーディションよりやっぱりちょっと上手くなって。てるっていうか、なんかどうしようかな、ね、余裕がすごく出てきてて、そんなふりしてとかすごくこう懐が深くなってて、あと一つあるよの最後にもフェイクをこう入れてくれてて、その辺がすごく歌手として上手くなっているので、ユイとしてはもっとベタな方が良かったりするのかなとか思うんですけど、もうちょっと必死に歌ってる感じにしてもらえばいいんですか、いいじゃないですか、多分オーディションの時っぽさを出せてれば。うん、なるほど、そうなんですよ、だからちょっと余裕がライブっぽさがないってことですよね、前さんが言いたいのってライブっぽさっていうか、まあキャラの等身大じゃないというか、ちょっと余裕が感じられるというのが引っかかってるだけで、それ、うんうん、だけは多分言ってた方がいいと思います。ありがとうございます。そうですね、一応今のワンテイク目の歌い方で全然 OK なんですけど、今すごい結構余裕があってすごく歌がうまく歌っていただいているので、ちょっともうちょっと本来ならば
余裕そんなに余裕はないというちょっともうちょっと必死に歌ってますよっていうキャラではあることをちょっとそれだけは念頭に置いて、別にな何も直してもらう必要はないんですけど、あのそれだけ一応念頭に置いてもらえればというだけです。はい、はい、で、やっぱりあるようのようの最後のフェイクだけは取ってください。はい、はい、じゃあ、はい、すいません、そういう感じでお願いします。はい、好きがそうな君と過ごして分かったことが一つあるよ、そんなふりして戦うことに必死。明らかに下手になりましたけどどうしましょうかね。うん、でも最初の方が安全じゃ安全だと思いますけどね。で前のオーディションのテイクは今のテイクだったの。いや、でも前完全にそうですよ。じゃあやうまく歌ってもらいましょうか。の方が、まあ安全というか安心はできますけどね、多分聞いていて。わかりました。それで1、2テイク目の方向で。はい、わかりました。スタッフたちからの意見を聞きつつ本番へ。一番最初に歌ってもらったあの方向でキャラクターでいきます。不機嫌そうな君と過ごして分かったことが一つあるよ、やべえこいつ成長してるっていううまくなってるこいつっていうのが来ちゃったんですよね。結構余裕持ってうまかったので、あその余裕はちょっとキャラクター性から外れてるっていう感じでちょっと青ざめた、まあ青ざめたんですけど、うん、でもサビ行ったら結局その高音出す時は結構もう全然余裕なくて歌ってたんで、ああ優位に戻ったっていう安心感でもう普通にサビから聴いてられましたね。はい、敵がいて私は普段はもう完全にロックなバンドなんですけど、私の中でもなんかいっぱいいて、私の中そのバンドをやってるリサと、なんだろう、普段生活しているリサと、どういう自分が選ばれたのかちょっと不安で、だしそれでもし本当に見てもらってダメだったらどうしようって思ってて、多分一番初め入ってた時は猫多分10匹ぐらいかぶってたんですけど、それを多分一個一個下ろしていって、こうふうこうふうってイメージをいろいろ言ってくれる方がいるから素直になっていった。本当に今この状態が素ですか、はい、なんかまだそういう誰の色にも染まってないそういう新人若い子をなんかちょっとなんか自分が曲を書いてそれでなんか成功させてあげられたらすごい嬉しいなっていう、プロデューサー冥利に尽きると言いますか、そういう面白さはすごい新鮮でありましたね。はい、かけてもの曲に関して言うと本当にもう2年以上前から書き溜めてきているわけで、そういうガルデモっていうバンドっていう架空のバンドが盛り上がってきててっていうのはすごく面白いです。この日の収録から約1年後、エンジェルビーツのシングルはどれも発売早々オリコンチャートの上位を独占する大ヒットを記録する。それを予感させる1日だった。はい、素晴らしいです。はい、おめでとうございました。サウザンのリミックできた。サウザンのリミックできた。